はい、おはようございます。今ですね、朝の5時3分になるんですけど、今日はね、アクション4とオズモポケット3のみを使って撮影をしていきます。撮影というか1日遊んできます。はい、それを見ていただけたらいいかなと思っています。なんかあれですね、このオズモポケット3って自撮りしてると画面見がちなんですけど、ちゃんとレンズ見ないといけないんですね。はい、てか音声入ってるのかな。はい、不安ですがこんな感じでやっていきます。ちょっとなんか背景微妙だけど、では行ってきます。今回はですね、レイさんに連れて行っていただき、サップに行くことになりましたということで、アクティビティ多めの動画をお届けします。ちなみにこの音声も DJI の付属のマイクで録音しています。すごいいいとこ、やばいね、めっちゃ綺麗。結構段差多いけど、やっぱ手ブレスしないね、あんまり。もうこののどかさやば、めっちゃ綺麗だし、めっちゃね、この砂利なんですけど、でこぼこしてるんですけど、全然ね、映像で見る限りはガタガタなってないと思う。すごいな、アクション4。はい、ということでですね、天の声みたいにまた戻ってきたんですけど、これは僕が今後付けで音声をつけている状態になります。ここからみんなでサップに向かいます。この日は本当に風が強かったんですけど、この音声が取れてるのはすごかったです。お、すげー、これ合ってます？しゃ、前回ですね、アクション4のマグネット、胸につけるものをご紹介したんですけど、すごい風すごいっすね。てかもうびしゃびしゃですね立ってできるのすごっ。今回はですね、胸にアクション4をつけて撮影しています。いや、これ立つの怖っ。いや、ちょっとね、立てるかなと思ったんですけど、やっぱ無理でした。でね、アクション4ですね、水もいけるってことで持っていったんですけども、裸のまま今回ですね持っていきました。全然いけましたね。で、このサップの器具、なんちょっと名前わかんないんですけど、ここにつけれるこの臨場感みたいなのはめちゃくちゃ良かったですね。なんかさ、編集してて、あー、めっちゃいいじゃんって個人的に思ってました。これね、乗りながらカメラの前後を付け替えるっていう動きをしてたんですけどやばい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 、これね、やめた方が良かったです。立つ練習をめっちゃしたげく、こうゆっくり立てます。この時はめっちゃテンション上がりました。怖い。怖いっす。ただですね、撮影的にはですね、画角がちょっと外れすぎて NG って感じでした。怖すぎ。バリ不安定ですね。本来ならもっと広角に多分映るんですけど、なんかこう広角になった時の歪みが多すぎるのはちょっと嫌で、こういう設定にした記憶があります。休憩中でもこのボートみたいなのにこう固定してるので、こう絵があんまり汚くならないのが良かったです。すごいな、大きいな。こんだけ音取れてるのはめちゃくちゃすごいですよね。そうなんですよ、本当はですね、ドローンとかも飛ばしたかったんですけども、そんな体力なかったです。もう8月暑かったですし、でもめちゃくちゃ楽しかったです。これは胸につけてるんですけど、やっぱりちょっとこうマグネットでつけてる分、少しね揺れが気になります。すごい気持ちいいです。やばいね、すげー、めっちゃ正座で全然泳げないけど、すごい綺麗です。サップいいですね。こんな感じで落ちそう。
これ落ちそう。おお、怖え。なんだかんだですね、僕機材持ってるので落ちたくなかったんで、まあ、落ちなかったです。結果的に大丈夫でした。なりました。でここもマグネットで胸につけた状態で撮影してるんですけど、このままね、ちょっと胸に当たらなければこうやって固定して歩けるのでめっちゃいいなと思いました、マグネット。でお昼休憩になるんですけど、見てください、この唐揚げをキャンプで食べれるなんて思わなかったですね。今回のキャンプはですね、もう上級者の方ばっかりだったので、もう本当におんぶに抱っこでこんな美味しいね丼を作っていただきました。なんで俺何が起きた、唐揚げが乗ってない、なんで俺これだけ唐揚げ乗っけてない。ポケット3は縦撮影もできるので、さっきみたいな感じで縦でも撮れて写真も撮れるのがめちゃくちゃ良かったです。はい、せっかくですね広いキャンプ場に来たんで長く伸ばしてちょっと実験してみたいと思います。今回ですねアクションフォンに付属の結構長めの多分2メートルぐらいあるね三脚みたいなのを持っていたんですけど、めちゃくちゃ伸ばしても広角なのでね結構難しかったですね。ちょっと伸びてるの分からないですよね。この箇所本当は結構高いところにあるんですけど、映像で見るとね分かりにくかったです。次回ですねしっかり検証していきます。しっかりチルして帰宅します。オズモポケット32回押すとジンバルが戻るんですけど、こういう風にカクンってなっちゃいます。これは気をつけてください。本当に、ね、大人と遊ぶとめちゃくちゃ楽しかったです。これはもう日常に戻るんですけど、点数は まあ、こういう暗所でも結構綺麗に撮影はできました、ね、ここは低照度は全然必要なかったです。でまた別日になるんですけど、これ地下鉄で撮影してもこれぐらいですね結構綺麗に撮影できます。この日はめっちゃ楽しみしてたクリエイターさんたちとの飲み会でした。ずーっとふざけるんですわこの2人が。はい、ということでですね、いろんなシチュエーションで撮ってきたんですけども、いかがだったでしょうか。結構楽しめたんじゃないかなと個人的に思ってるので、またぜひ遊びに来てください。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。